こんにちは。前回 A のエリアは最後までは行きました。途中いろいろ残してきたんだけど。で、B のエリアに行く途中で、ここのシークレット取ることできないのかなっていうことで、これが取れるのは、ここも何なんだ。ここもなんかあるけど。これは、これは、なんかここに一個物を持ってこればいいってことだけど、ここね。ってことは上から持ってきて、こっちにこう押し込めればいいのかな。このエリアをリセットして、2個壊して、これが横に3個つながってるとまずいので、でもこれだと、2個で終わりじゃない。あれ？ちょっと待ってよ。ここの先って、なんでこんなことになってんだ？ここまだ行ってないのか。あ、これこっち側開通してからやるべきでは？ここは。なんかそんな気がしたんだけど。だってここで2発使って終わりだべな。まだっぽいぞ。まだっぽいな。じゃあいっか。あ、全体像が見えない状態で手を出すのは危険と判断。何しろどこで何が出てくるかわからんけどね。ここの爆発物もどっかで使うんだろうな、また。もう使っちゃったから呼び戻しとこう。どっかでまた使うんだろう、君。送っとこうか。では。で、ここが解けなかったんだね。持ってきて、そのままクリアするだけだったら、こっちに行けばいい。じゃあ、そのままクリアすることを考えましょう。ここをクリアしよう。はう。このステージは上に行ければよい。上に行くためには、ここに行く。上に1個。だけど爆弾が3回使える。というわけのわからんステージ。わけわからんですね。これをこう持ってきちゃうと、ここの2つ取れないから、これをこう持ってくる途中の道を1個ぐらいは壊しておきたいという欲求がである。例えば、すると下の子だけ爆発することできるのがいい。できるね。で、するとこの2つを取り出すことができるが、できないが、できないね。お前が。さらにその下の矢印を壊すことができる？と？もっと嬉しいのかな？下からこのパーツを持ってきて、ここで上矢印。
あ、いいのか。上矢印をここに持ってくることができれば、とりあえず、エリアクリアだね。じゃ上矢印を持ってきたいので、下を壊せればよし。などと言っておるが。ね、ここを2回壊すんですけど、下に落ちちゃダメ。これをこっちで壊すとこうなるから、これはこっからでも壊せないか。この子がこっちにいれば、まあいい。ああ、その下に押すってのもある？それでもいい。左側のエリアに一回落ちたら登れないのが辛いので、登れるようにしたいなってなると、こういう子がいると嬉しいわけね。かなり爆発力なんだけど、これは。そうですね。そうですね。そうですよね。そうなんですよね。ここも壊れてると嬉しかったっすね。うん。狭いな。ここで壊すことができたら嬉しかったけど、それをすると他の子は誘爆しちゃうから多分きつい。ここで取ったものは上に向かって持っていく以外の方法がないので、だったらこの矢印はやっぱり壊すべきなんだよな。ここのこの矢印の意味が分かってないな。これこれ。こうやって出せるけどさ、それっきりなんよなーってなっちゃう。この子は出したいんだろうなっていう思いはあるけど、なんか爆弾の位置的に辛そうなんですわね。全然違うルート。ないか。わかんない。二箇所壊れてると渡れない。ここまで持ってきちゃうともう、そうなる。わかんないな。この矢印わかんないな。なんだろうね。意味がわからん、こいつ。これを出しても、破壊しないと、こことここ破壊しないとこいつのいる意味がないし、こいつがいると爆弾を上に運ぶことができるぐらい。なんか考え方間違ってんのかな。ここのルートを2回同じ場所を壊そうっていう発想で今考えてるけど、まだ考え足りない感はある。全然全パターンやったっていう実感はないな。
下の子だけ爆発できない。上の子はこっちに持ってきちゃうとなんかもう救われないでしょ、あいつ。あの場所にいるメリットがね。かといって下にいると同じように爆発する。で、こうなるとあそこ行けない。行けないんだったら意味わからんな。意味ない。初手のなんかがバシッと決まればもうあとはクリアするだけっていう感じだと思うんだけど、この矢印ってあれか、こっちから一方通行にするための矢印か、多分。こうしてこいつをこうやってこっちに持ってきたいっていうのをやらせたいけど、ここは一方通行だから戻れないよねみたいなことをやらせたいのかな。上の子が爆発するときに下の子も同じように爆発。ダメだね。下の子がもう一個右側にいればよかったけど、さあ爆弾と爆弾が上下にいたとしても、まあ、両方とも爆発するもんな、これ。別に。下の子だけ爆発するとかそういうのないから、爆発するならどっちも失うわけでしょ。下が爆発して上の子が下に落ちてくるとかそういうギミックはないわけ。爆弾くんがいて、上に爆弾くんを置いて、下の道ができて、上に爆弾が置かれ、この物体を壊さないといけないと思ってるのは何ですかというと、こうなると、これが取れなくなるからです。だから、こいつをここに詰まらせることができないとなると、あ、それを落とすしかないよねという選択になります。この矢印、下に押せないのかな？爆弾がまだあれだね。染みついてないね。爆弾3個あるから、地形破壊が3回可能なんだよなと。で、右側の通路で2回破壊したいんだとしたら、残りの1個は何に使いたいかなんですよ。足場として使いたいのか、爆発して地形を変えたいのか、この穴にね、スポッと入ることもままならんからな、君らは。その穴に入ってくれるとすごい行動範囲広がって嬉しそうなんだよね。入れられんが。このさ、ここの上のルート、場所にさ、
ここしか壊せないんだよな。しょっぱいよね。上の段にいる子は下の段を壊すことしかできないからしょっぱいよね。爆破させるんだったら落としたいやな。ああ、もしくはあれ？この、これが2段目にある状態で2段目でこれを破壊するっていう発想？高さ2を作り、高さ2を作り、そのまま、これよなぁ。こいつらをなぁ。こいつらをぐるっと回って右を倒すこともができないからね。この子の上に置ければ、そこ壊すことができて、割と楽。ああ、やばい。全然わかんない、ここ。これ問題なのが、その左側の爆弾を、ここに設置してから上に登るってことがままならんことが問題なんですよね。やりたければ、ここで、ここに持ってきた時にこいつを爆破させればいいのだが、それをすると爆弾2個失うことになっちまうでしょうね、と。ああ、ここはなんかもう、あれやな、わからんな。最初の一手目勝負のステージだと思っていますが、その一手目が全く出てこん。終わり。ただこれクリアできないと、まあ何もできないので、やるしかないね。時間かけても。考え方は大筋合ってると思います。トリッキーなことがなければ。あとは初期のこいつらの、配置方法もしくはとっとと爆発して地形を変えて有利にさせるのか、ドーナツ状のドーナツの穴の中にキャラクターを入れることは可能なのかなど、まあキャラクター入れるのはきついわけですけど、しかし地形が壊せないとこいつを2回壊すということができないしな。ここ渡るために使ってるこいつを地形破壊にも使いたいわけじゃん。だけど、この子がこう来るとってなるのでってならないように少なくともなんか破壊できるような仕組みが欲しいわけじゃん。だけど上に乗っかってる子たちはここで両方起爆するのか、辛いな。なんでここで右側の子も起爆するの？距離結構離れてるんだけど、あれか、これはあれか、周囲25マスではなくてマス目3マス以内だったら起爆みたいなことなのか。今更だけど多分そうなんだろうね。3マスで接近できる場所に来た場合に起爆する。
こういう詰まり方をしているときは、とにかくやったことない動き方っていうのが見つかるまで頑張ることになる。辛いな。辛いよな。敗北宣言みたいなもんだよな。下のパーツをあんまり壊してないというのがあるが、壊してほしい場所で言うと、こことここなんですわね。こことここ。あとここもいけるといいぐらい。だこの子がここで爆発してくれるのは割といい意味がありそう。ここは広くなるから。広くなった時に、もうここに登れないので、こいつが爆発してる時に、こいつとこいつは、なんかもう下に降りててほしいんですよね。おそらく。だらここ、ここ、ここっていう落ち方をしててくれると、その後がなんかいい感じになるんちゃうんとか思ってますけども、起爆するんよな、君たち。そうなんです。ここで二人が一気に爆発する。ここで二人爆発するんだよね。よくない。よくないです。ここかここで爆発したいよな。すると、この子だけ、下だけ爆発したい。マジ？そうなると、そうなると上のあの子は、今邪魔だね。この二人が爆発して、大丈夫な場所にあの子を置いておきたいっていう、発想。ここと、ここと、ここ。それって起爆しちゃうんじゃないの？この状態で、下にいる二人を破壊したい。ああ、こうか、こうだね。で、こうして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 。よかった、ちゃんと考えて解けた。よかった、よかった。B の19。やっと新ステージ。いやー、途中全くわかんなかったけどね。戻りないじゃん。この一個前のステージの別解が全くわかんなかったけど。まあいいでしょ。他のステージでもやり残してきてるし。これどこに行きたいの？どこに行きたいんだ、これ。これはショートカット。ああ、ここで回数するんだ。え？右上に行きたい。右下にも行きたい。右下は、シークレットだから、今すぐ行けるかどうかはよくわからんのね。で、このステージは、特別ギミックがないので、はぁ、あ、はぁ、あ。ああ、ダメか。そこの矢印がそうなっちゃってるとダメだ。これ持ってってってやろうとしたけど。ああ、そうなのか。ダメだ。全然ダメだ。え？これだけのパーツで下に行くのは無理だよね。ここは一方通行だから。これ右上に行くことだけを考えるべきなんだよな、多分今。これが開通したことによって、ここを解けるようになってる可能性はあるんだよね。ここをリセットして、ダメか、ここをリセットすると、
下の通路がリセット対象になっちゃうんだな。ここは通れるようになったのに、このエリアの状況を再現してってやると、ああでもここからこっちで回ってきてこうやって戻ってくるってことが可能なのかもしれないね。これ逆走できるのかな。このステージってリセットしたらでも上に出るよね。それはあんまり意味ないんだよな。よくわかんない。やめた。ここを上に行きてえよ。左向きのパーツを押してきて、ここで上でしょ。で、左向きのパーツを入れる。上、左。ここに右を入れる。うん、それはすげえ簡単ですね。ほんとか？戻れるのか、お前。戻れなくね？こっち側の世界に。できないな。どうすんだこれ。やらせたいことはこういうことなんですけど、私がここで右下にもう一回戻れるやんか。何も難しいことはありません。勘違い。はしごがないと思い込んでいた。ここはこれでよい。あばばばか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 。こうね。これはこんだけ。20。あ、出てきた。ああ、なるほど。爆発で壊すブロックだったってことで。なぜこれをやらなかったんだろうなと言われたら確かにその通りだな。なぜこれをやらなかったんだろうな。通れない。え？通れない？ただでさえ障害物なのに、通行も不可能だと。嘘だろ。紫色の物体ってさ、ああ、理解理解。爆発した時に周囲にあったブロックが紫色に変わるんだ。そのための物体ね。理解。本当に理解した？だってここ通れへんねんぞ。本当に理解してる？え、だって通りたければこれで終わりじゃんね、このステージは。あ、だから爆発させる場所変えればいいのよ。ここの道が塞がれたのが まずいので、そこを塞がないように爆発してくれればいいわけです。ね、じゃあこれもまずくね。ダメでしょ。ここは通れる。あ、そこは通れるようになってて、かつ、どうやればいいの？どうやればいいんだ。え、すごい分かってない今。え、意味は分かるんだけど実現できないわけ分かんなさがある。この子は爆弾はここで確定でしょ？で、その時に上に一個ブロックを残しないといけないから、この上の段でこの二つを入れ替えろってことをやるステージなんだけど、そんなことはできない。たとえここの足場があろうとも、
だってここに乗っけちゃったら、それは取り返せないもんね。乗っけてしまったものは、後出しで紫色になるわけではない。この箱をこっちに押したらもうおしまいじゃん。いや、おしまいじゃねえわ。すみません、ここの階段のことをまた忘れてました。足尾があるので一旦外に出したやつを内側に寄せることができましたね。これは忘れてました。ゆえにこうなってこうなってこうなるから、場所がわかんない。ここ。で、こうして、こうする。ここを壊さないといけないらしい。P の21。まあそうなるわな。ここもショートカット開通。この辺の道ができたら、この辺の道ができたら、いや、ここから物を持ってくるのは辛いわな。ここの上から物を持ってくるはできるか？できない？え、ここの右下が、超わかんなくない？これをここに持ってきたい。だからこれをここの第一に置ければクリアです。他のエリアからのものを持ってくることは多分できそうにない。これを下に落として、こいつを乗っける。こいつで押していけば、右、右、右っていうふうに持っていくことだけど、右、上、右、上っていう動き方するから。ああ、これも合成できんのかな。なんかうまいこと、いや、きついか。合成あるかもしらん。これからのステージ全部合成があるかもしれないっていうのを考えながら生きていかないといけないんだね。エクストラも渡ろうとしたら、まあ、左向きを置くか、動いても、それ以上いけないような壁を作るかだけど、壁を作る素材にはちょっとならなかった。
爆弾。爆弾をこの部屋に持ってこれれば、こいつら壊して、ってなるけどな。爆弾を持ってくるステージだったかもしれない。その場合はこの子で悩んでるのが無駄ではあるが。いや、ここでこうするのが、と思ったんだけど、この次のターンで死ぬのが見えてるからね、これ。こうした後こうで、こうでしょ？終わりじゃんね。この穴埋めてくれる子もいないし、右をしたいんだったらこうだよね。この上が動かなければいいって考えると、ここに一個はまってて、これを持ってきて、自分が入って、あ、それじゃないか？それじゃないか？つまり、右が、ここ、上が、おい、おい。いや、いい。こう。で、こう来て、あー、死にました。いや、こう来てこっちから入ればいいね。こう来てこう。まだいける？こうもダメ？いや、こうだね。よし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 。よし。オッケー。ちょっと寄り道しましたか。よかった。OK では、こちらだね。左に行きたい。もう長えな、ここ先。ここまでも行かないといけないけど、道中めちゃくちゃです。はしごはここにあるので、ここで登って、2箇所埋めて、だけど、これを、ここ壊せないといけないから、ここに爆弾がいて、これを落として、そしてここは普通に通路として使いたい。爆弾が一人ここ。爆弾をここに持ってくるルートはどうとでもなるので、上の段に、だから爆弾スティッキーに箱を上に乗っけて、いけそうだね。本当か？この下のこれは何だ？スティッキーになるから、下の子が。え、これどっから来た？こうか。これ？何？これを下に落としていいのかよ。ってなっちゃったな。これが爆発するときに、これは爆発させたくないでしょ？ないんですよ。こんなことができまっか。まあ明らかにこれが、見え見えだからフェイクな可能性が高い。このブロックわかんないな。このブロック何のためにあんの？上に乗っけたいブロックはこいつであって、こいつは落としても良いという判断？まあ、下に落として、普通に下にこの子がブロックとしているっていうのは全然あるからな。
どう動こうかなっていうのがよく分かってないですね。こうなるとだいぶもったいないけど、こういう動き方ができて、ごめんできんわ。なんだけど、それっきりだな。欲しいのは、ただの爆弾が一人。また別に何でもいい。爆弾が一人。で、くっつき能力を持った子と、そして上にブロックが一つ欲しい。上のブロックはここに配置する。下にいた子はここにいる。そして何でもない子はここに来る。3個なんですよね。最終的に欲しいのは。一人物と高さに。で、初期にあるのは5個。5個のうち、爆弾、紫色にするので一人使うから、爆弾2個、ブロック2個。で、3個残したい。ブロックは上に1段あるのが、じゃあこいつを使うんじゃないのかなと思ってるんですよね。ここに爆弾持ってくれば、このブロックは救えるから。そうすると、下に、まあ、ブロックか、どっちかのスティッキーなんだけど、最初の条件で、今悩んでます。初手で悩んでます。初手が分かればクリアできます、ここは。ブロックを下に落として爆発する。なんか二度手まで嫌だな、それも。このブロックを破壊すること、それを浴びる子、二人いる。こっち側に物を入れるのはできない。今爆弾は、もう、あれだよね。もう、カツカツだよね。爆発することそれを浴びる。浴びなくてもいいんだよな。いや、うん。浴びなくてもいい、別に。爆発する子がいて、それを浴びたいブロックというのがマストで必要だけど、ちょっと現状この形ではダメ。どっちか言うたら、どっちか言うたら、うん、無理だ。上で使うものはこいつを多分持っていくべきなんだよね。だからこれは落としてもいいという結論になる。で、落としてこれを紫色にするか爆弾を紫色にするかは選択肢なんですよね。まあとにかくスタート時点でやれることが全然ないので、誰を救うべきなのかが分かんないな。思ってますけれども。上の高台に行くためにはブロックが必要で、高台に行って、高台に行った子を救うためには通路が狭すぎるんですよね。ここを壊したいなっていう気持ちがちょっとあるんだよな。これは壊せるとルートがかなり快適になる。爆弾を一人そこで無駄に使うということ。爆弾がそこで使うと1、2、で、3。やってみますか。君はここで破壊。これで通路が楽になったので、そうだな。この爆弾はまた好きなところに置くことができて、でこいつに関し、いやマジで詰まってんじゃん。積んでんじゃん。快適じゃねえじゃん。快適じゃなかったね。そうなるよね。じゃあ開けるべきはここじゃん。まことか？これは。こうなると、この爆弾は取り出せる。この足場も取り出せる。
で、上の子が起爆した時にこの子に浴びせることもできる。と、これを使って、この子を運ぶことができるためには、上の通路のこっちにこれが必要で、こうなるとこうなる。こうなると、この子はもう行ってよい。この子たちが、こう来て、こう。うん、このステージはやっぱりスタートのあの狭い空間をどうするかだけのステージだったよね。おおよそ目論見は合っていた。じゃあ今回はここまでにしましょう。お疲れ様でした。